I'm your slave。いつまで寝てるのかな、まったく。毎朝毎朝。ねえ猫、お前な。目覚めたか。さっさと顔くらい洗ってこい。人んちの鍵勝手に開けるなっつってんだろ。いくら大家の娘だからってな、ノックぐらいしろ。幼馴染のよしみで仕方なくやっているのだ。ありがたく思え。ふん。何すんだよ。またくだらん喧嘩でもしたのであろう。ちげえよ、これには深いわけがあってだな。いいから顔を洗う。遅刻したいのか。へいへい。まさに歴史的瞬間でしたね。ええ、日本だけでなく世界中にとって彼らの来訪はあまりに大きな出来事でした。もう1年になるのか。地球の皆さんが私たちにくださったディアーズという名前は本当に綺麗だな。くったらね。今日の占いカウントダウン。お羊座1位やり。お前な、勝手に。運命の出会いあり。ラッキーカラーは紫と白。すっげー最高じゃん。出会ってなんでけんだよ。さっさとズボン履く。甘がみたいの。ディアーズって可愛いよな。同感です。魂。おはよう、タキヤ君。今日も保護者同伴で登校すか。うっせえよ。どうしたんだよそれ。ああこれな。下手なナンパでもして張り倒されたか。店長に殴られたんだよ、バイト先のビデオ屋の。巨乳カムカムズリッと一発。おお、はよかったぞ。おい、さすがタキヤ君、目利きに狂いなし。またよろしくね。持ち出したの店長にバレちまってよ。あらま、くそ、あの悲劇肉。じゃあしばらく新作はなしか。これくれでめげてたまっかっつうの。これは歯型レイの噂の新作、甘がみたいのでは。何やっけ。君は英雄だす。つうわけでおひこ、今月も金欠でさ。オーケーオーケー、帰りに寄ってくれたまえ。ああけど、うちの人にバレねえようにな。いろんな意味でやべえからよ。大丈夫大丈夫、うちの親父ディアーズが近所に引っ越してくるってんで今舞い上がってるし。ディアーズか。そうなんだよ、親父俺に負けねえくれディアーズファンだからな。俺にも春が回ってきたか。シッシッシッ。ああ一人占めはずるいっす。どうしね、ちょうど1年前、火災沖に大きな円盤が落下しました。そう、この中には宇宙から漂着した150名の宇宙人が乗っていたのよね。彼らはディアーズと呼ばれ、いろいろあった末に日本の市民権を得て、日本の言葉、風俗、習慣などを学んでいたわけだけど。三塚先生。何？服着てください。あら。あなたたち生徒のクイーンの姿勢を感じると先生それだけでもう。あはー、いいわ。よくあれでクビにならねえよな。それ以前によく先生になれたな。それはそれとして、なんと我が小春高校にディアーズの留学生が来ちゃいます。
ディアーズたちが社会の一員として馴染めるようにとホームステイ制度が実施されたのはみんなも知ってるわよね。彼らはほとんどがみんなと同じくらいのお年頃、うんうん、そういうわけでうちでも一人受け入れることが決まったの。聞いたか、うちの近所に引っ越してくるディアーズって多分その子だよな。知るか、こういう初期設定で犯人500ポイントみたいなもんだ。キャディ、男の子かしら女の子かしら、どっちにしても美形よね。このせいどっちでも OK よ。というわけでディアーズに恥ずかしくないよう校内の公序良俗を守りましょうね。頭はいいし性格も善良、その上美形、もう理想が服着て歩いてるような連中よ。何が不満だっつの。その理想的ってのがうさんくせえんだよな。きっとあの顔の下にトカゲみてえな顔が隠れてるとか、中でちっこい宇宙人が操縦してるとか。彼女いない歴17年、恋人はグラビアと AV。 そんな歪んだ青春が壁をこんなにも疑り深い性格に。おめえにだけは言われたくねえよ。じゃあちょっと待っててな。父ちゃん父ちゃん、ディアーズがうちの学校へ留学しに来るんだってよ。なに、ビッグニュースやねえか。こりゃ毎日授業参加に行くっきゃねえな。母ちゃんが許してくんねって。へえ、かからんぞ。ディアーズに比べりゃヘデもねえ。あんた、おめえいつの間に焼きそばパンバンバン。はい、博多レインのお礼メンチティ。ああサンキュー。また新作入ったらよろしくね。げメロンパンばっか、しかも自家製じゃねえ。あいつ手抜きやがったな。なあ大丈夫かよ、すげえ震えてっけど。具合悪いとか怪我してるとかなら。怪我…あの外人さん怪我…な、おい、やめろって。もうちょっとまからないの。いつも買ってるでしょ。しょうがねえな。関わらない方がいいな。ついてくんな。ったく、何なんだよ。冗談じゃ。何じゃそこ。何？浮かわびらを稲をとあびさたおなたなディアーズうせディロド。ちょっと一体なん何の音だ？おい、なんだよ、急にどうした？もう！どうも。21世紀ですものね。昭和にはなかったわ。つ
忘れてきちまったものの、はあ、しゃあねえな。これをひねればお湯は止まっから、こっちにひねれば出るからな。俺のシャツとか置いとくから、とりあえず着とけよ。裸じゃ落ち着かねえだろ俺が。なんで俺がこんなこと。ったく、今日の運勢1位どころか最悪じゃねえか。よりによってディアーズなんかに。ああ、なんだよ今の夢。デイルちゃん、なんでこいつがここに寝てんだよ。俺こいつに何かしたっけ。いや断じてそんなことは。騙されるな俺。こいつは女の子なんかじゃねえ。宇宙人、異星人、エイリアンだぞ。きっとこの美しい顔の下には恐ろしい素顔が。おっと、いたろ、服を着ろっつーの。いいか、俺を洗脳して地球征服の先兵にしよったってそうはいかねえかんな。それ着たらすぐ出てけよな。なんてずるい洗脳の仕方だ。負けるか。またおい、どうしたんだよ。目回すほど腹減ってたなら最初からそう言えよ。好きなの食っていいぞって言葉わかんねえんだよな。ディアーズってのはパンも知らねえのか。こうすんだよ。あーん、あ、分かったろ。ほれ食べろよ。うまいか。おっ、起きてるか。朝だぞ。ね、猫、どうするよ。とにかくどっかに隠し、起きているのなら返事くらいせんか。ちゃんとノックしてやったのだぞ。あ、おはよう猫。さやから。朝だね。おはよう。なんだその不可思議な真似は。あーいやー、これちょっと朝の舞よね。朝日を浴びたらさ、これなんかいろいろ降りてきちまってさ。なんつって、とにかく俺着替えからさ、下で待ってて。着替えるも何も、あとは上着を着るだけであろう。いいから。出かけてる間に出てけよ。ただでさえ目立つんだから裸でうろうろすんなよ。宇宙服もな、そのシャツはやるから。じゃあな。待たせたな。なんだよ。朝から汗臭いな。不愉快。なんだ。はい、じゃあ先生手作りの例文心を込めて訳してくださいね。及川くん。はい。あ、ま、マイクは横たわるナンシーの スカートに手を。ん？先生聞こえないな。もっと大きな声で。先生セクハラっす。あいつもう出てったかな。生原くん、生原竹也くん。あ、ダメじゃないの、ぼーっとしてっちゃ。ああすいません。罰として今の絵文を先生と実演してもらいます。
げえ。こんばんは、マイク。どうしたの、子猫ちゃん。そんなに見つめてると充血してウサギちゃんになっちゃうよ。何見てんだよ。傷はもう治ったのか。え、あの時か。あの時、あ、あの時は大勢で言ってたんだ、本当は大した気じゃねえんだよ。あのさ、なんだ。ディアーズってみんな日本語喋れんだろ。公式情報では全員マスターしているらしいな。あいつらってなんだと思う。宇宙船の故障によって地球に降り立った宇宙難民。オートパイロットの宇宙船を直せる技術者がおらず、帰る術がなくなった彼らは地球に永住を求めてきた。そんくらい知ってるよ。ある種不思議な能力を持った種族だな。不思議な能力。宇宙から来た移住者など前代未聞の出来事だ。それがわずか1年で我々の社会に溶け込もうとし、我々もそれを素直に受け入れようとしている。これはディアーズの不思議な能力によるものじゃないのか。タケヤがディアーズの話をするなんて珍しいな。周りがあんまり騒ぐもんだからさ、俺だって少しくれは。あ、じゃあ俺バイトだから。お疲れ様。そりゃそうだよな。なんでまだいいんだよ。出てけって言ったろうが。あ、そっか、言葉わかんねんだった。はあ、いつまで押し入れに入ってんだよ。出てくれば。んなとこいたってしょうがねえだろ。出てこいって、ほら。なんでいきなり飛び出すかな。お前もしかして俺にこの中にいろって言われたと思って、だから朝からずっと。意外によく食うな、お前。メロンパン好きか。あ、そういやお前名前は。名前だよ、名前。俺はタケヤ、タケヤ、タけや。そうそう。で、お前の名前は？たけや。お前は？うん。お前は？れんれんれんなぐさらんれんしやるるんれんなこら。はい。れんれんれんなぐさらんれんしやるるんれんなこら。それって名前？よし、レン。お前の名前な、レンでいいや。とりあえずそう呼ぶから。分かったか、レンな。レン、レン。そうそう、お前の名前。名前、レン、レン。レン、タケヤ、レン、タケヤ。分かった、覚えたのは分かったから、それ以上近づくな。お、ミヌカ。は？何？待った。あ、事故の後すぐに気づかなかったのは失態だったわね。はい。出荷番号はレンレンレン。間違いないわ、無調整のゼロナンバーズね。こんなものが流出してしまうなんて、ディアーズとして満足にお使いできないものを。
私真のディアーズシーアノフタルレンナグレグユグタナスタウステムルキミユですわ。レンはレンレンレンナグサランレンシーアルルンレンナコラだ。次回ディアーズ小さかったかしら。もう時間切れですの。